ルワンダ大虐殺の犠牲者のために作られたニャマタ虐殺記念館。ジェノサイドは国家あるいは民族、人種集団を計画的に破壊すること。ジェノサイド条約第2条によれば国民的、人種的、民族的、宗教的な集団の全部、または一部を破壊する意図を持って行われる行為のこと。集団殺害。 ジェノサイドはギリシャ語のガンマニュート、ラテン語かイディスの合成語であり、ユダヤ系ポーランド人の法律家、ラファエル・レムキンにより、占領下のヨーロッパにおける、数字区国の統治の中で使用された造語である。レムキンは、ドイツの大学で、言語学を学んでいる頃、アルメニア人虐殺の生存者で、ベルリンで、タラート・パッシャを暗殺したソゴモンテ・フリリアンの裁判に、関心を持ち、 法律を学び始め、1929年に学位を取った。1939年9月、ドイツ軍がポーランドに侵攻した。レムキンはこれを逃れ、その後スウェーデンを経て、アメリカのデューク大学に渡る。1944年に連合国側についていた、アメリカでカーネギー国際平和財団からアクシズルールインオキパイドヨーロッパを観光。同書の中で、 国民的集団の絶滅を目指し、当該集団にとって必要不可欠な生活基盤の破壊を目的とする、様々な行動を統括する計画を指す言葉として、ジェノサイドという新しい言葉を造語した。なお、レムキンが、ジェノサイドという言葉を思いついたのは1941年8月、ウィンストン・チャーチルの BBC 放送演説における、我々は、 名前のない犯罪に直面しているという言葉によるという。後に1945年のニュルンベルク裁判の検察側最終論告においてジェノサイドが初めて使用された。ジェームス・ジェー・マーティンらはレムキンがカーネギー国際平和財団から出版したことやルーズベルト大統領政権で外国経済行政の首席研究員を務めており、 敵国欧州財産の配分と実務処理を担当していたことなどから、ユダヤロビーとの関連も指摘している。日本語では、集団殺害と訳されるが、ジェノサイドの実際の規定では、殺害が伴わない場合もある。また、集団殺人であっても、民族、人種抹殺の目的を伴わない場合は、ジェノサイドに当たらない。また政治学者のソえイやイクシも、 ジェノサイド概念を超歴史的に適用することは歴史責任問題を無限に拡大することになりかねないとも指摘している。国際連合で採択されたジェノサイド条約国民的、民族的、人種的、宗教的な集団の全部、または一部を破壊する意図をもって行われる次のような行為と定義されている。集団構成員を殺すこと集団構成員に対して 重大な肉体的または精神的な危害を加えること集団に対して故意に、全部または一部に肉体の破壊をもたらすために意図された生活条件を課すること集団内における出生を防止することを意図する措置を課すること集団の児童を他の集団に強制的に移すことと条約第3条により、次の行為は集団殺害罪として処罰される。 集団殺害集団殺害を犯すための共同防御集団殺害を犯すことの直接かつ公然の共査集団殺害の未遂集団殺害の共犯旧ユーゴスラビア国際刑事裁判所規定第4条2項並びに国際刑事裁判所規定第6条にはジェノサイド条約第2条と同様の規定があり集団殺害について定義されている国際司法裁判所は 1996年のジェノサイド条約の適用に関する事件判決において、ジェノサイド条約によって承認された権利と義務が、ジェノサイド条約という枠組みを超えて、体制的な権利と義務であると認定した。かつ、同裁判所は、2006年の今後民主共和国領における武力行動事件判決において、ジェノサイドの禁止が、ジャスカ・ゲンスの性質を有すると認定した。以下、 国連、または一部の国に、ジェノサイドと認められている事例を外説する。ジェノサイドであるかどうか当事国の間で議論となっている事例、また、国際世論において大まかにジェノサイドであると、みなされているものもある。条約上の集団殺害罪に該当するもの。なお、民族浄化の項目も参照のこと。国連で、ジェノサイドに当たると認定された行為は、意外と少ない。 例として以下のものが挙げられる。18世紀以降のオーストラリアのアボリジニの強制動化政策。オーストラリアの議会の調査書で、これが条約によって規定されるジェノサイドに当たるとの見解が出されたが、行政府はこれに反発している。19世紀末から20世紀初頭にかけてのオスマン、帝国のアルメニア人虐殺。トルコ政府はこの見解に反発しているが、 国際的には論争が続いている。1930年代のウクライナでのホロドモールソ連による人為的な飢餓と弾圧により多くの人々が死亡し、犠牲者数は400万人から1450万人と推定されている。国際連合及び欧州議会では人道に対する罪として認定された。 1933年のナチ党の権力掌握から1945年のナチスドイツ崩壊までの間に発生したナチスによるユダヤ人などに対するホロコースト。ジェノサイドの用語はナチスによる大量虐殺を説明する用語として作られ、ニュルンベルク裁判の基礎上に使用された。1990年代から2000年代までの旧ユーゴスラビアにおけるユーゴスラビア紛争。 特に、ボスニア内戦時の民族浄化。国際司法裁判所は、1995年7月13日より、始まった VRS によるスレブレニツァにおける虐殺を、ジェノサイド条約二条上の集団殺害と認定した。1994年春に、ルワンダで行われた虐殺。進行している虐殺がジェノサイドであると判断される場合は、 条約調印国全部に介入義務が生じるため、介入を避けようとしたアメリカほか調印国の抵抗により、国連でその認定が遅れ、その際にジェノサイド的行為が行われていると見解を発表するにとどまった。虐殺終了後に、地後的にジェノサイドであると認定された。2003年以降のダルフール紛争における集団虐殺、ジェノサイドであるとの正式な認定が、 国連で行われていないために強制的な介入は行われていない。中華人民共和国による複数の少数民族に対する政策。アメリカ合衆国などがジェノサイドと批判し、中国政府は虚偽と反発している。2008年のチベット騒乱時に、ダライラマ14世は中華人民共和国によるチベットでのデモ活動の鎮圧などを文化的虐殺と非難した。 2019年頃より、新疆ウイグル自治区で、イスラム教徒であるウイグル人が、累計100万人が、中国政府により、再教育施設と呼ばれる施設に収容され、洗脳、虐待、強制不妊などが行われていると報道された。2021年1月、アメリカのトランプ政権は、中国政府による新疆ウイグル自治区での少数。 民族イグル人虐殺を国際条約上の民族大量虐殺である集団殺害として以下のような文脈で用いられることがある。ありがとうございます。